皆さんこんばんは。 YouTube シラバスフランス料理担当の坂淳です。今日は2月4日月曜日ですね。いつも見ていただいてありがとうございます。2月の、お料理4週にわたってご紹介していきますが、今日2月4日はチョコレートを使った、バレンタインに向けて、まあ、皆さん作ったこともあるでしょうし召し上がったこともあると思うんですが、温かいチョコレートのガトーケーキですね、モアルショコラ、切ったら中からとろっとチョコレートが流れ出すようなデザートをご紹介します。材料はこちらです。ではチョコレートは湯煎で溶かしていきましょう。チョコレートの湯煎ですが、まあ、一度お湯を沸かして、こうなんかお湯にグラ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 する湯煎の仕方じゃなくて、こうカチッと蒸気だけが当たるようなサイズ感の方が、こう水分が入り込むことがないので、あとね、沸騰して浮かべて火を止める、だと自然に溶けてくるのを待ってください。沸かさない、グラグラしない、させない、溶けてますんでね。いいですか、もう綺麗に溶けてます。では湯煎から取り出して、ここへバター、溶かしバター、溶かしバター、グラニュー糖、卵、で栗の粉です。栗の粉なかったら薄力粉で結構です。ふるい入れて、しっかり混ぜます。はい、まあ、スプーンで型に流し入れてもいいですけど、絞り袋の方がきれいに早くできますので、絞り袋に移していきましょう。で型に絞り出していきます。セルクル型ですね。セルクル型に、紙を貼り付けて、焼いた後に剥がれやすいようにしておきます。これを冷蔵庫で30分ぐらい冷やし固めます。チョコレートなんで冷えると固まりますので、そしたら200度で10分焼いていきます。では冷蔵庫で閉めた、モアルショコラですね、オーブンで焼いていきます。200度のオーブンで10分間では熱々で焼き上がりました。時間が勝負ですね。いきますよ。お皿乗せて型を、で紙も外す。お、順調です。これでモアルショコラの完成ですね。ココアパウダーとか粉糖とか飾っても、飾ろうか。はい、どうでしょう、モアルショコラの完成です。2月の4日のチョコレートを使った温かいデザート試食です。なんとここで1月出たっけ。1月は、出てないかと思います。2月初登場、はい、ジル君、ジル君試食担当です。ありがとうございます。じゃあ温かいうちにどうぞ。ちょっとデザートなんでテンション上がってます。どうぞ。はい、なんか規制が多いですね。めっちゃいいじゃないですか。おお、素晴らしいね。
いやいや、あなたは別に何もしてない僕じゃないです、はい、冷たいアイスとかと一緒に食べるとね、もうすごい間違いないですね。熱いよ、熱い、熱い、あちんちん、めちゃめちゃうまいです。ほんと、ほんと、その外サクサクで 中トロトロでちょっと噛んじゃいましたけど今外サクサクで中トロトロでめちゃくちゃ美味しいです。あ、めっちゃうまい。これもう一口食べてます。もう全部食べてください。 ありがとうございます。これをバレンタインにもらったらもう、もらうって、でもどうやってもらうの？オーブンがないとダメ。お家に用意していただいて焼きたてを出したらもう、あの業務用 あのコンベクションオーブンで焼いてるので、あ、できるだけ高い温度がいいですね。220度とかで焼いてもらった方がうまくいくと思います。あんまり高すぎると今度こう沸騰して中のチョコレートがこう出てきて破裂しちゃうので、その見極めは大事ですから。で、保存しといて、あ、まあ、作るじゃないですか。作って冷凍して、食べたい時に冷蔵で自然解凍したものを焼くで、冷凍したまま焼くと中がね冷たいまま出来上がるんで、あのイメージとちょっと変わってくるんです。その辺だけ気をつけていただければ。メレンゲも使ってないですから、シンプルなレシピで、あの中はとろっと出てきますし、栗の粉はこう複雑味と栗の香りが出るように使ってますが、栗の粉が手に入らないようであれば薄力粉に変えて、中にあの酸っぱいもの、キイチゴとかね、入れて焼くのもまた美味しいと思いますし、あと食べ合わせですね。あのさっきも言いましたけど、冷たいアイスクリームと一緒に食べるとそれは美味しいですよね。あ、美味しいです、はい、で2月もあの喜んでいただけるレシピ満載でおま、あの用意してますので、ジルも出てきます。で、出すか出さないかは今日の皆さんのいいねの数で決めますんでそういう感じですね、はい、頑張ります。これが多いと出るなって意味だと僕は解釈するので、はい、そしたらじゃあ3月から出なくなる可能性もある。いや、来週から出ないかも。来週から出ないかも。今週の結果じゃない。まあ、チョコレートを使ったデザートをバレンタインに向けて皆さん、あの自分用にもね作ってお楽しみいただけたらなと思います。来週も見てください。お願いします。セボンです。